陸上自衛隊とアメリカ海兵隊での日米合同軍事演習レリュートドラゴン22が北海道で実施され、ハイマースの実弾射撃を実施。だが、砲弾が届かず、中止との情報をキャッチしました。今回は、このハイマース実弾射撃実施中止を詳しく見ていきますね。現在は、ハイマース実弾射撃は行われて、それにロシアが抗議するという、ハイマース恐怖症なんでしょうね。北方領土なら、射程圏内にすぐに入るので、戦略もあるでしょう。北方領土奪還作戦かな。2022年10月、日本の陸上自衛隊とアメリカ軍の海兵隊等による合同軍事演習、レゾリュートドラゴン22が、北海道の複数の演習場を舞台として実施されているが、同演習において、事前に告知された内容が実施できないトラブルに見舞われた。この今回のレゾリュートドラゴン22は、2022年10月1日から14日までの2週間にわたって実施される日米での合同軍事演習となっており、その中で、アメリカ海兵隊が実弾射撃を実施するとされていたのが、M142 高機動ロケット砲システム、通称、ハイマースだった。これは、現在のロシア・ウクライナ戦争で、アメリカが、ウクライナへの供与を行い、その 70km 以上に及ぶ、長射程と精緻な命中精度を持つ砲弾によって、ウクライナ軍の反攻作戦を支える兵器となったことで、今や、世界中に、その名を知られるものとなっている。そのため、今回のレゾリュートドラゴン22では、アメリカ海兵隊のハイマースと陸上自衛隊が保有している、そのベースともなった M270、MLRS という2つのロケット砲システムが実弾射撃を行う軍事演習として大きく喧伝されていた。しかし、なんとアメリカ海兵隊のハイマースに関して、本体はヤウス別演習場へと到着していた板にもかかわらず、肝心の使用する砲弾が、青森県の三沢基地までしか送られておらず、陸上自衛隊の M270、MLRS のみが、実弾射撃を行ったという。このアメリカ海兵隊の、ハイマースが予定されていた、実弾射撃を行えなかったという事実から、ロシア・ウクライナ戦争で、ウクライナへの支援に、大量の砲弾が送られていることによる過不足ではないかと指摘する声も一部からは聞こえている。ただ、正確な理由はアメリカ海兵隊や日本政府から直接の発表はなされていないため断定は困難だが、前述のように青森県の三沢基地までは送られた状態であった模様で、何らかの手違いでそこから先に送られなかったということのようだ。仮にも、世界各国に軍を派遣する能力を有するはずのアメリカが、多少の兵器供与をウクライナに行っただけで、自軍の兵器の砲弾が不足するなどという事態は考えられないと思うのだが、時期が時期だけにあらぬ疑念を呼んだとも言える。しかし、仮に、三沢基地までは、ハイマース用の砲弾が運ばれていたとすれば、それが、どのような経緯で、その後の輸送が滞ってしまったのかも、大きな問題と言えそうで、大げさに言えば、アメリカ軍の兵站能力への疑いを生じかねない。このあたりのことは、今後続報が出される可能性は、低いのではないかと、個人的には思えるのだが、どうか、アメリカ軍の内部や自衛隊では、今後似たような事象の再発を防ぐ施策を確実に履行してほしいと願わず、入られない。さて、今回のレゾリュートドラゴン22だが、日本の陸上幕僚幹部は、その目的を、参加する陸上自衛隊、及びアメリカ海兵隊が、各々の指揮系統下で、
共同作戦を行うにあたり、相互の連携の強化と共同での対処能力を向上させることだと謳っている。そして、今回の演習の実施場所については、上富良野、然別、矢臼別の各演習場及び、静内駐屯地内の対空射撃場、航空自衛隊のケネ別場外離着陸場、これに加え、航空輸送の基盤として、丘珠駐屯地の札幌飛行場、帯広駐屯地の十所飛行場を挙げている。また、参加する部隊については陸上自衛隊側が、第2師団司令部、第3即応機動連隊、第1特科団、第1電子隊、第3施設団、北部方面航空隊、第2後方支援連隊等の各部隊であり、もともと、すべてが北海道内に駐屯する部隊となっている。アメリカ海兵隊は、第12海兵連隊、第3海兵大隊、第36海兵航空軍、第3海兵後方支援軍であり、この他として、アメリカ海軍や空軍の一部が予定されており、オスプレイは、海兵隊の MV-22 だけでなく、空軍の CV-22 も投入されるとめされている。今回のレゾリュートドラゴン22の演習内容は、陸上自衛隊が掲げる、日本の南西諸島防衛に向けた、島嶼部における CDO、領域横断作戦と、アメリカ海兵隊の、EVO、機動展開前進基地作戦に基づいた、相互の連携要項の具体化と位置づけられている。陸上自衛隊によれば、CDO、領域横断作戦とは、これまでの陸海空という、領域にとまらず、宇宙空間、サイバー空間そして電磁波といった新領域までを複合的に包括し、その有機的な融合を指し示しており、いわば戦闘領域の拡張を意味しているという。これによって、従来の個々の領域で使用されてきた兵器類を、もっと大きな括りの中で、システム的に運用することを目指しており、その相乗効果を生み出すことで、仮に、一部の領域で劣勢が生じても、他でカバーする仕組みとする狙いがあるとされるものだ。一方で、アメリカ海兵隊のイーボ、機動展開前進基地作戦とは、アメリカが、近年で、最大の仮想敵国となった対中国向けの軍事的概念であり、中国側の軍事的な脅威下にある地域に、あえて前進基地を設置、そこを起点に海軍や海兵隊が作戦を行うことを想定している。21世紀に入って、後のアメリカ海兵隊は、アメリカ陸軍と同様に、主として中東方面で地上部隊として投入されることが通例となっていたことから、かつての第二次世界大戦時のような大規模な敵前上陸作戦等の任務が正規する可能性は大きく減少していた。これは大型の強襲揚陸艦等を使用するような大規模な水陸両用作戦は対艦ミサイルの射程、命中精度等の性能の向上によって母艦である強襲揚陸艦そのものが破壊される恐れが増大しており、過去の戦術と化しつつあることが影響している。そこで、EVO、機動展開前進基地作戦は、こうした肥大化した水陸両用作戦を見直し、まだ敵勢力の脅威下に置かれた地域に、小規模に分散したアメリカ海兵隊の部隊を送って拠点を確保。これを前進基地とすることを起としている。これら築かれた前進基地は、敵勢力の攻撃を受ける状況下にあっても、対艦、対空戦闘に耐えうる能力を備え、かつ、武器、弾薬や燃料等の必要物資を、部隊に供給可能な兵站能力を併せ持ち、高い機動性で、迅速な展開力を有するものと定義されている。EVO機動展開前進基地作戦の展開は、まず、最初に、EAB、機動展開前進基地を築くことから始まるが、これには、敵が存在せず、約 1.5km 程度の滑走路が確保可能な当初が、
最優先で選定されることが想定されている。この滑走路の確保は前述したように、敵の対艦ミサイルの的となり、安い大型の強襲揚陸艦等の艦艇を使用した上陸ではなく、航空機を中心とした展開となるため、イーボ、機動展開前進基地作戦では必須となる肝の部分と言ってよい。その後、確保されたイーボ、機動展開前進基地には、航空戦力として、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型や各種の無人航空機を送り込み、また、火力の中心としては、ハイマースを投入することが、ここで行われることになる。ハイマース派 C-130 ハーキュリーズ等での空輸が可能であるため、迅速な展開が行える上に、本来は、地対地攻撃は、主要途であるにもかかわらず、アメリカ軍の短距離弾道弾の MGM-140、アタクムスには、対艦攻撃にも対応する改良が施せこされている。腰、ウタアメリカ海兵隊の、イーボ、機動展開前進基地作戦の概念は、尖閣諸島をはじめとする、中国軍からの日本の南西諸島防衛に大きく寄与するものであり、これもあって、今回の砲弾未着による実弾射撃の中止は、少し気になるものではあった。